こんにちは、のぼです。パープラフィーやっていきます。今回は二次得かけてもチーム最高選手、野球マスクデッキが死ぬほど強い、やっていきたいと思います。レイリー、石田くん、マスク、ちーちゃん、スワン、そしてキリュウということで、今回はこの打撃5枚構成で野球マスクを入れたデッキでやりたいと思います。で、千丸でドリンク2つですね、いきましょうということで、今回は後付け実況でやらせていただきます。よろしくお願いします。で、まあ、スワノが入ってきてから、ちょっと、やはり、チームランクをね、ガツガツ伸ばせるな、ということで、僕も裏で、しこしこやってました。で、まあ、結構、こう、いろんなデッキを皆さんにお見せしながら、まあ、いろんな更新をできたらいいな、っていうところの中の一つっていうやつですね。で、まあ、マスクに関しては、まあ、マネキ猫が持ち込めるようになって、こう、いろんなデッキ、別のデッキをね、試せるってことでやってたんですけど、まあ、マスク入りも面白いし、まあ、このデッキ構成で、まあ、フィギーとか作られる方もいたみたいなんで、まあ、このデッキも当然強いというところですね。で、僕自身は、なんでしょうね。まあ、どのデッキがいいっていうのはまだ結論づいてはいないんですけど、まあ、やっぱり、その、マスクみたいな、二刀流キャラクターで単独得意練習、そして性能が強いキャラクターっていうのは、まあ、それだけで輝くんだなっていうのは再認識させられた感じですね。結構このパワープロの中の持ち込み環境とか、まあ、スワノが入ってきて、いろんなことが変わった時にね、マスクに関しては、まあ、絶対必須ではなくなったよって話はして、まあ、いろんなデッキができるよって、その通りにはなったと思うんですけど、やっぱりまだまだ強いなっていうのはすごい感じますね。はい。で、まあ、セクイチはね、普通に今まで通り全体の評価を上げていく感じになるんですけど、すごく最近感じていることがあって、マジで1対1仕掛けてくる確率高くないですか？めちゃくちゃ。本当に驚くほどこういう感じで仕掛けられて、これも、このサクセス自体も順調じゃないんですよ、今みたいな感じで。で、このサクセスやったのが、まあ、結構前というか、まあ、2日前ぐらいになるのかな。で、まあその記憶もあまり定かではないんですけど、めちゃくちゃ奪われたなっていう記憶なんですよ。この日ぐらいから。なんか本当に何やっても、こう、陶器と、あとは順位ですかね。が近づいてるとちょっと危ないというところなので、最近はもう本当に陶器差、まあ順位差ですね。が近い場合は、まあ本当に避けた方がいいなぐらいで、1対1仕掛けられるかなっていうところです。まあ、その辺はね、皆さんも感じているところは、まあ、個人差あるにせよあると思うので、まあ、感じられた方はぜひコメントでね、教えていただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。で、あとは、その、順位差ですよね、をずっとお話ししているので、順位差を上げないで、こう、相手と開いた状態で踏むっていうこともできるし、まあ、やっているんですけど、それをバランスが難しいなと思っていて、まあ、それをやりすぎると結局その練習踏んだ時にもらえる付与経験点が減るので順位が下がれば下がるほどね。なのでそこの塩梅っていうのはすごく難しいななんていうふうに思ってます。で、やっぱりこの野球マスクとかにね、奪われると、まあ、10月の3週まで耐えなきゃいけないっていうところがあるので、なかなか踏みにくかったりするんですけど、まあ、今はね、彼女をちいちゃんに取られてるんで、まあ、必死に耐えてる状態ですね。必死に耐えなきゃいけないっていう。で、今、その、ドリンク使わないと怪我率が、まあ、非常に高い状態になっていて、まあ、この経験点振りながら、うわー、どうしようかなって思ってるんですけど、結局、ここでドリンク使うんだったら、もう、これをなんとか 22% 通して、それからにしよっかなっていう感じで踏んでます。やっぱりその彼女がついてないっていうのは非常に大きいですね。ただここは自動デートで回復できたんで、まあ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 いいかなっていうとこですね。一回ドリンク代浮きましたって感じ。で、ちーちゃんがなんとかここで奪い返せたので、まあまあ本当にいい形ではないですけど、まあ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 なんとか首の皮一枚繋がったかなって感じでしたね。そして体力吸われていく。メンタル踏めないですね。これドリンク使ったかもな。うん、使えそうですね。まあ、この序盤でね、使わされたっていうのは、やっぱりあまりよろしくない形ではあると思うので、まあそのあたりはね、また次回以降のサクセスに活かせるんじゃないかなっていうふうに思います。結構このデッキでの手応えは感じたので、まあもちろんこのデッキに関しては生放送でもね、何回もやらせていただいて、その時にね、前目乾燥しないみたいなことも多々あったので、まあその、なんだろうな。
一概にそれを丸々信じるってことではないですけど、そして促進と何選んだかな、あ、ジャギですね、探求。まあ、転校生も、まあ、言うてそんなっていう感じでしたね、正直。これを見る限りはね。まあ、でもやっぱりあれなんですよね。結局、最終的には、この、セク1の後半からセク2の前半に入ってる時に、まあ、凄まじいタック、まあ、3人以上のタックですね。引けるかどうかに結構かかっているかなっていうふうに思います。で、その、引けたタックの経験点をいかに早く回収できるかで、まあ、その後の展開が変わってくるかなって感じですね。なので、まあ、タックが大きいの踏めたら、混沌とか、あとは、まあ、威嚇みたいなものを織り交ぜながら上に行けると、まあ、全然違うんじゃないかなって最近思ってます。で、この作戦に関しては、一応この3人タックが引けたので、結構強かったなっていう感じですね。まあ、レイリーリーだと何ともいない感じはあるんですけど、やっぱりチーちゃんと、あとは他の単独得意、単独性能が、高いキャラクターが絡むだけで相当点数出るんで、まあ、これは、その義勇入りのデッキにない威力かなっていう風に思いますね。まあ、弱くはないんですけどね、義勇もタックが。弱くはないんですけど、やっぱりちーちゃんと比べると、だいぶ違うなっていうのは、まあ、印象としては持ってるっていうところですね。ちーちゃん行くでしょ、多分。ここは筋力800点入ってますからね。普通に行くでしょ。やっぱりその、このデッキに関しては、ちーちゃんをこう軸として吸い出して、うまくこう経験点をこうかさ増ししていって、闘気増やしていかないと、上のキャラクターたちがまあまりに強いんで、まあ本当にセクニー頭は威嚇入れてもいいなっていう風に普通に思ってます。まあピッチャーの時と同じようにね。だから結構セクニーでね、その、孤児とか、まあさっきの促進じゃないですけど、入ってくると、結構悩ましいところではありますね。その上に行かれて自分が1位になるのが遅れれば結局付与される経験点の点数っていうのが、まあ、下がっていくことにはなるので、その辺のバランスもすごい難しいし奥深いなぁなんていう風に最近すごく思ってます。足パクダンからのちーちゃんが走りまして下手に出ました。でこれでちーちゃんはリーチですね。いいですね。あとはまあやっぱり自動デートがね、前半のうちにあまり消費されないこととかも大事ですね。で、これはタック強いですね。このダブルタック走塁が何遍起きるかで、臨床の入りはだいぶ変わってくるので、まあ大事かなっていうふうにも思います。そして自動デート。まあ悪くないタイミングですね。いや、まあここは進むがね、悪いタイミングで逆に起きちゃいましたね。やっぱり回復イベントがあるキャラクターっていうのは、まあ、それだけで強いなって最近すごい思いますね。で、これは演武でしょ。ああ、まあ、レイリーもいけるのか。レイリーもいけそうですね。行こうと思えば。まあ、レイリー行くな。これ多分筋力取れますしね。パワーヒッター取れば、まあ、一撃で上にはいけますけどね。今、まあ、こう見ているのは、レイリー320だったよね。そうですね。今見ているのは、コツアリのなんかあるかなっていうのを見てたと思います。で、パワーヒー取りましたね。はい、届いてない。これ届かなそうだね。届きそうって言ったけど、届いてなさそうですね。ハイボールヒッターとか取ったかな？ちょっと覚えてないわ。なんか筋力を捌きたくて、で、かつ、それなりの査定効率があるものを今多分探っている状態で、あと取れそうなのが、ハイボールとチャンスしかないんですよね。で、ハイボール取って、全然ダメで、あ、じゃあチャンス取ろうかなと思ったら技術なくなってるっていうね。だから、最初からチャンスを取れば、まあ、レイリーの方にはいけたんですけどっていう形にはなっちゃいましたね。なので、このあたりが、まあ、非常に面白いし難しいなっていうふうに思ってます。結構その、闘気は経験点使えば下がってしまうものもあるので、このあたりはまあ、ちょっとだけ反省かなっていう感じです。ただまあ、結果的には、まあ、レイリー後でも、問題はなかったので、まあ良かったかなっていうふうには思ってますね。強い。そして、演武が走りまして、臨床を取りました。まあ結構細かいことにはなるんですけど、まあクリスマスが近いので、まあできれば今のはレイリーは取りたかったんですけど、まあ、やっぱりそういう、な、すごい細かいところをもっともっと突き詰めることも、まあ結構重要だなって、このサクセスでは思わされました。でこれは上限突破して進む回収したいなって思ってると思います。あとはさっきと一緒で、
まあ、この進むに下回られないようにしながらポイント使いたいなっていうことでポイントを使い始めてます。結構振り方が難しいんですよね。うん。で振ってなんとかギリギリ大丈夫です。で、1位になりました。盗塁と怪我しに草入ったんで結構ありがたいですね。まあ、怪我に関してはね、ちょっと序盤で、丸取っちゃってるんで、そこは若干もったいなかったですけど、まあまあ、しょうがないって感じです。これ、レイリーかな。もうポイントが溜まりきってるんでね、もう吸い出していくしか、ないなっていう感じですけど、とりあえず、敏捷は、総力で弾いていきます。あとは、守備とかですかね。150人、えぐいね。まあ、タック踏めてますからね。強い。いいですね。順調に来てますね。まあ、なんか忍耐なくてもなんとかなるんだなって、結構これで、このサクセスで思わされましたね。うん。大吉、強い。うん。打撃タック悪くはないですね。まあ、ちょっと筋力が今、不足しているので、まあ、敏捷鉄とか技術とかが、まあ、割かし吐きにくくはなってるんですけど、なんとかどうにかこうにかって感じですね。まあ、ミートでもいいけどなと。うん、強い。ダブルでもこの強さ。この二人はやっぱ噛み合うと強いですね。片目打ちラッパワー。からの、まあ、回収ですね。回収できれば。あ、進むが回収できるんで、これうまいですね。結局、序盤からこういうしっかりとした回収ができるかどうかも非常に重要だと思います。やっぱ初速早くしないと、結局経験点出ないんですよね。っていうのはすごい感じるところですね。うん、いい感じですね。まあ、筋力はいくらでも後で取れるはずではあるので、まあ、パワーもね、一応 A まで持ってるんで、そんなに心配しなくてもって感じだとは思います。あとは残ったこの37精神。3ポイントいいかって感じですね。強い。からのここで海岸決まってます。結構経験点自体はこの作戦すごい出てるので、そのあたりは皆さんに参考にいただけるところもあるかなっていうふうに思います。かつ僕がポカってる場面とかもあるんで、まあ一緒にね、反面教師にしていただけたらいいかなってとこですね。まあこれが左上っていうのもなんか、やっぱりインフレは感じるなってすごく思いますけどね。結局どこ行くんだろうこれ。まあ、正直、肩は旨味が少ないので、普通に踏みそうですね。うん。まあ、今は、とりあえず、筋力をしっかり取りたいなっていうのと、アンダーセドキはここで獲得できました。いやー、本当にこれで、いやー、二次得取れてたらなーって感じでしたね。マジで8ぐらいあったかなっていうのはすごい感じます。そして、筋力が取れない。ここで筋力取れないのめちゃ痛い。結局こうなってくると足踏みになっちゃうんで、この辺のバランスが難しいなって思います。もう振れないんで守備とあとはミートカーソル、アンタ製造機全部振りましたね。まあそのもうセクニー終わりなので、まあ、忍耐がセクさんのね頭で取れるかもしんないってことも考えてもいいと思うんですけど、まあそれよりはもう結構、なんでしょう、せめて経験点どうせ入れればまた回収できるしっていう頭で動いてますね。うん、ちーちゃんタイプしそうだ。粘り打ち、あとは取れるのカット打ちぐらい。高速チャージいきましたね。うん、強いね。はい、ということで、11,500 点、この時点で出てますね。強い。そして、孤児が3人固まってると、めちゃくちゃありがたいですね。で、あとは、今、ちょっと動きを迷ってますけど、まあ、その、打撃キャラ2人を安直に入れていいのかってことをすごい考えていたりします。
結構筋力がしんどい、こう、動きになっているので、進む入ってるんですけどね。進む入ってると、大体筋力もういらねってなってることが多いんですけど、まあ、今回ね、結構、特殊な感じかなというところで、犬か取りました。これどこ行くんだろうね。アイラ行くかもね。あーまあ、ごめんなさい。キリル行きますわ。これは完璧に。完璧キリル行きますわ。ポイントがやばいことになってる。ただ、そうなってくると、技術と敏捷がね、また、相当大変なことになってると。囁きと守備職ぐらい行くかな。うん。サイサッチとかも行きそうですね。うん。まだ全然ですからね。あとは今、カット打ち、さばきましたけど、一応、レイリーがイベント走れば、カット打ち自体は、取得することができるので、まあ、ちょっとだけ待ってもよかったかもしれないですけど、まあ、今、圧倒的にポイントが、もう、待ちきれない状態になってるんで、しょうがなかったかなっていうところは、ありますね、今のは。まあ、今のはしょうがなかったかな。やっぱり、後から見ると、自分も、こうしたらよかったな、ああしたらよかったなとか、まあ、ここはしょうがないなとか、結構いろんなことが、見えてきて反省にもなるなっていうふうに思いますね。うん、なんとかこれでポイントは使い切れました。まあ、バレンタインに入るんで、あ、まあ、自動データ入っちゃったんで、あ、まあ、こう見るとまだまだ伸びしろありますね、やっぱり。自動データもあんましいいとこじゃないね。うん、バンドオパードリンクは一応1個残ってる状態です。これはレイリーいくかな。まあ、圧倒的に今金で欲しいですからね。結構この基礎値の振り方も難しいなと思ってて、なんかその拡張を先にガン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 振って、基礎値振れれば一番こう、なんでしょう、もったいないなポイントっていうのは避けながら、ね、進めるんですけど、そうするとそうしたで、ああ、基礎値上げにくいな、みたいな状態が起きたりもするんでね。レイリー強いけど、めちゃくちゃもったいない。めちゃくちゃもったいない。これ犬川行くかな？ちょっと難しいですね。技術がね、入るんですけど、打撃練習で筋力入んないんで、使い切っちゃってて、ちょっともったいない感は強いですね。うん、打球伸びまだ取ってない。てか、打球伸び、コツくれて、本類生還もコツくれてって、マジですわ、やばいっすね。バグってるなって思いますね。レイリー行くんかな、これ。うん、レイリー行きそうですね。結構難しいですけど、ね、なんかその技術はいろんなところで取れるんで、その筋力をね先に少なくても優先したりとか、まあ敏捷を取ったりとかっていう考え方もあるんで、あとはさっきからランダムイベントがいい感じで回復くれますね。サボり癖のやつとかね。うん、結局こういうのが噛み合うかどうかも非常に重要ですね。噛み合えばいい形になるし、そうじゃなきゃ微妙だしっていうところで。うん、一気に振りましたね。からの、また筋力がなくなっていく。まあもうずっとこの押し問答ですよね。そして自動デート。まあ悪くはないけど良くもないですね。内野安打をゲットです。で、レイリーもイベント走りました。結構ね、イベント方法がね、前かなりきついんで、本当に、こう、強いからおすすめはしたいんですけど、まあそういう、デメリットを抱えますよっていうのは頭に入れていただきたいですかね。これ多分筋力っしょ。26。26か。逆境とかは早いんですよね。まあ、多分連打かな。打球伸び飛びましたね。あ、総力いったか。まあ、連打と打球伸び丸止めしたらいけたかもしれないですね。ちょっと今となってはわからないんですけど。うん、体力めっちゃ持ってるね。あとは選球眼も後で起きたんで、まあ、ここは取得普通にできましたと。うん。まあ、キリルか、もしくは守備で、ジャギですね。ジャギも結構ポイント持ってますね。まあ、体力を優先するんだったらメンタルでいいと思いますけど。なんか最近本当に敏捷と、あとは筋力と精神。まあ、ここで、その格を上げ続けた方が割と伸びるんじゃないかなってちょっと思い始めてきてますね。うん。
ジャギは終了した。ああ、いいですね。まあ、吸い出しがやっぱうまくいってますよね。経験点出たっていうサクセスに関しては。吸い出しと、あとは体力、かな。まあ、ここがうまくいくものはね、普通に順調にいくなって感じです。でもタックがやっぱ入ってないからな。よくこれでいったなって感じ。よくこれでいったなって感じ。やっぱり体力が、体力じゃないや、強烈なタックがね。入らないと、もっと上は目指せないかな。まあ、そんなサクセスしたいっすね。過去にね、やっぱり何回かはあるんですけど、まあ、それではめられたかって言われると、まあ、そんなにはまんなかったなって感じですね。で、動画でなくて、タイプしたやつなんですけど、僕、過去一ハマったやつがあって、一個だけ。2万5000点くらい積算で出て、これマジでやばいってなったんですけど、20% くらいの1対1を仕掛けて、奪われて死んだっていうのがありましたね。その時、マックスパワードリンク持ち込んでたんで、まあ、これを通してマックスパワーで最強とか思ってたんですけど、やっぱり、あれですね。欲をかいちゃいけないなっていうのはすごく、その時に感じましたね。めっちゃ順調。順調すぎてちょっと怖いぐらいですね。まあ、ここはなんか、動き方難しいですけど。筋力いきそうですね、この振り方だと。ジャギから筋力吸い出してます。うわ、強い。臨床ちょうどないですしね。結局、こういうの入るかどうかですね。で、こういうの入るかどうかと、あとはこういうのを踏んだ時にラブパワー来るかどうか。これがめちゃくちゃ重要ですね。で、ラブパワーしてる間に打撃も一緒に踏んで回復して、また吸い出しのループに入るみたいな。これですね。これが決まるかどうかは、まあ、本当にクソほど重要ですね。そして決まらないけど筋力めちゃ強い。これは踏むんじゃないかな、さすがに。でも筋力いらなかったらメンタルいくかもしれないですね。あ、でもこれは踏むな。精神もやばい入ってるね。これはさすがに踏みますね。精神の入りがやばいからね。これシングルタックなのか、やば。で、ここからまた吸い出し祭りを始めるというところですね。キリル持ってますね。100% キリル。つえー。このサクセスもう一回やりたいわ、本当に。はい、ということで筋力超ギリですけどね。で、この時点で2万3000点出てます。めちゃくちゃ順調だと思います。はい、ということで、転校生に関しては、まあ、孤児と促進が並んでいるので、まあそれなりにいい形かなっていうふうに思います。まあ、選択肢が結構難しくて、まあ、孤児でいろんなキャラクター、まあ、孤児を並べて、こう、デッキキャラに入れるか、まあ、その促進を入れるかって、その、キャラクターが持ってるポイントによって変わるかなっていうふうに、この時点では思いますね。結局、その999近く溜まってるキャラに孤児入れてもしょうがないんでってところですね。だから今回は結構吸い出ししていたのと、まあ、進むぐらいですね。が死ぬほどポイント持ってたんで、まあいいかなっていう対応をしました。めっちゃ溜まってるわ。吸い出し放題ですね。吸い出し祭りがいつでもできますね。やっぱ転校生の引きも大事ですね。あとはもう忍耐は、まあ確かにセクニの頭で引ければ強いけどっていう感じに僕の中ではちょっとだけなってきてますね。まあどれが正解か分かんないですけどね。強い、まあ理想はやっぱり忍耐なくても経験点いろんな促進とか孤児とか派遣とかで積んで、かつそれを吸い出した後にタックで一気に補充してまた取るっていう、まあそれがベストなんじゃないかなと思いますね。強い。進むやばいことになってますね、やっぱり。まあレイリー行くんかな、とりあえず。レイリー行きそうですね、この振り方だと。強い。で、筋力と、うんぬんが不足してきました。で、ポイントが全部犬飼いに行きましたね。杖。いやー、難しい。まあ、ちーちゃんでもいいとは思いますけどね、これ。筋力が圧倒的に不足してるんで、
迷ってますね。うん、演武でもいいかなって思ってると思います。うん、演武いきそうですね、これだと。強い、800点。まあ、やっぱり目安としてはこの辺りで999近く乗ってるかどうかはかなり大事ですね。大会前に乗るぐらいだとちょっと遅いかなって感じはするんで、肩いくかな。敏捷点も今欲しいですからね。強っ。ちょっと技術使いたいかなって感じ。広角打法いきますね。まあ、あと取れるの、あ、鶴瓶打ちですね。バランスもいいですし、まだ海岸もね、してないんで、とてもいい感じで進んでると思います。そして体力がなくなってきています。まあ、この辺ですよね、自動デートがしっかりと機能してほしいなっていうのは。で、進むが回復してくれた。7もね、非常に重要ですね。うん、犬木行くかな。結構その精神で、その体力維持をしながら、デート待つっていうことをし始めてますね。そうするとまた体力に余裕出るんで。まあなんかその前までは、まあ一回休んでもいいかなみたいな。一回とか二回ぐらいだったら作戦中にね、休んでもいいかなって感じだったんですけど、やっぱ自動デート入ってきたことによって、もうなんか休む理由もなくなってきたんで、まあその辺はうまくやりたいなって感じです。ただそうすると、やっぱり筋力と、あとは、敏捷を、ある程度入れながら進まないと、結局その精神が吐けないんで、その辺の難しさはまたできたかなっていうふうには思います。迷ってますね。ポイントを割かなきゃいけないんでね。上り調子いきそうですね。うん、弾道行きました。上り調子行くならとりあえず弾道行こうって感じか。うん、筋力がね、本当に微妙な感じなんですよね。806。まあ正直チャンス取ってもいいけどね。逆境は嫌なんでしょうね。これを見る限りはね。あ、でも行きましたね。952ギリギリ。47をうまく抑えないといけないと。これ、キムヤ取れそうですね。まあ、個人的にはキムヤあんまり好きじゃないんで、取らないんですけど、今のはね、ポイントがバッチリだったんで、まあ、しょうがないかなって感じでした。シュバリーが吸い取っていく。ギャメ君も結構ポイント持ってますね。そして、これが、これでレイリーが、乾燥しましたと。ただまだ乾燥してない方々が一人、お一人いるんでね。どうなるかなっていうとこですけど。ああ、どうだろうな。筋力もありですけどね。敏捷行きそうですかね。うん。イブ資源行くかな。どうだろう。まあ、精神使いたいなとは思ってると思います。なるほど。精神が、使い切れなさそうですね。うん、イブ資源行くかな。まあ、コブとかになっちゃうんですよね、最終的には。か、まあ、これは、一応そのまま吸い取って精神残しておくっていう手も全然ありだと思います。なんか、ソウル行きそうだけどな。めっちゃ迷ってますね。これは結構確かに判断難しいかなっていうふうに思います。あ、行きそうですね。まあ、階段しても良かったかもしれないですけどね。精神300と、まあ、技術とかで。まだバランス探ってますけど、青得取ってもダメだったって感じですね。うん、コブしかないね。コブ取ってギリギリって感じですね。この辺が非常に難しい。ジャギがいなくなって20ゴールですね。うん。だが、めっちゃいい感じ。結局、これが噛み合うかどうかなんで、非常にありがたかったですね。これはだでしょ、どう考えても。うん。
まあ、あとは自動デートのこともあるんで、精神ちょっとだけ振ってっていうところですね。強い。いいですね。そしてデートが来ない。そしてイベントの感想も来ない。ちょっとドキドキしてるんですよね、この辺からだいぶ。まあ、裏でやってたんですけど、まあ、大体その、皆さんに聞かれる、なんでネモさんの iPhone って毎回9時41分なんですかっていうやつなんですけど、あれが9時41分じゃない時は僕は大体出先で収録してるんで、まあこういう感じで後付けになって、その時はね、ドキドキしてるんですよね。うまくいってる時は。筋力かな。筋力過剰になっちゃうんですけどね。ただここで取っておけば後で楽にはなるのでっていうとこですね。迷い。かまあ、体力的には、あ、デート終わってますね。デート行きましたね。はい。まあ今のは別に吸い出さなくても、まあ次以降でいいかなっていう感じだったんで、まあ、肩でだいぶ好転してますね、これは。なんで、まあ、難しいですよね、判断が。その時その時で結構変わるかなとは思います。そして、エビル。エビル業がいつ来るんでしょうね。早やりたいんだけどな。ピッチャー特化だと嬉しいんですけどね、個人的には。ピッチャーやんなきゃいけないんでね。行きましょう。はい、が出ました。いい感じですね。そして、キリルちーちゃん。まあ、一人にポイント集まるのは結構ありがたいっていうのと、進むなんとかギリギリここで完走という感じでした。で、まあ、皆さんに、動画の頭でお伝えしている通りなんですけど、僕はもう吸い出しばっかり、これ、見ていて、もう、なんて言えばいいのかな。もう完全に、アンダー製造機頭から抜けてるんですね、この辺でも。もう、撮ってるものだと勝手に勘違いしてるんで、この辺で。だから本来は、まあ、どっかのタックの時点で、まあ、撮れていたのかもしれないんですけど、それがもったいなかったですね。査定値1ランク以上は余裕で変わるんでね。迷ってますね。まあでも本当それを取んなくても更新するっていうのは、いや何回も言ってるかもしれないですけど、すごいインフレを感じますね。で、今は大した練習もなかったんで、体力を温存する方向に動きました。やっぱり一回で取れる経験点が多い時に動くのが、まあ最もいい形であると思うので、前は走塁いきそうですね。バランスもそんなに悪くはなさそうかな。で、あとは、なんでしょうね。多分、精神を踏んでっていうことを考えてるんで、こういう振り方をしてますね。最終的には、甲子園に関しては、どっか踏んで、精神踏んで、どっか踏むみたいなパターンが、まあ、最もいいかなって、個人的には思ってます。これ、まあ、格段取りゃいいんだけどね。かくらんはあんまり好きじゃないので、取るの。なので、まあ、ちょろちょろ動いてる感じだと思います。45かって感じですね。かくらん取ればよかったかもね。まあ、今、バントとか取れるんですけど、正直、バントはって技術持ってかれて、その分の査定値考えると、なんとも言えないところなので、多分、この34は余したまま、行ったと思います。僕の記憶が間違ってなければ。まあ、しっかり確認した上でっていうところですね。行くとこなし。完全に行くとこなし。はい。まあ、ここをちょっとだけ迷いましたけどね。ここはスルーですね。強い。ありがとう。からの、まあ、バランスがこんな感じで今崩れてはいるんですけど、まあ、当然その次以降の布石込みのバランスになってるんで、一層取るかな、多分。一層取れそうですね。ひとまずこれでって感じでしょう。はい、勝てました。次行きましょう。残り2ターン。もう練習見てないっすもんね。完全にアンダーせんとき頭から抜ける。メンタルでしょうね、見る限りは。
まあでもいい薬になりましたわ、これで。うん、バランスはなかなか、まあちゃんと精神となんか取れればって感じですけどね。うん、精神足りてないんですよね。精神は足りないぐらいがちょうどいいと思います。まあ麺でしょうね。ここでメンタル以外いったら、まあ筋力はね、一つ手としてはありですけどね。ただ麺でしょうね。まあ今肩で止まってるのは、あ、じゃあこれ集客パターンありじゃないかなっていうところですね。まあその筋力と技術入れて敏捷入ってるんで、集客にガツガツ振るみたいなことも考えていると思います。打撃ワンチャンあるかもしれない。うん、ここで二次得がないことに気づけばよかったんですけどね。うん、メンタル来ました、ね。まあどうやっても敏捷が今余りそうなのでしょうがないなって感じでした。いきましょう。はい、勝てました。次行きましょう。さあ、ラストターン。もう、練習マジで見てないかな。はい、強いと。まあ、強いんですけど、これね、なんか、何かしらタック踏めればよかったんですけどね、強いのが。ここはもう、普通に回収して終了ですね。で、バランスが筋力、足らない形になったので、後で一回だけ海岸します。まあ、海岸のシーンカットしてるんで、古軍奮闘だったかな。まあ、牛若丸出て、その後になんか取れないの出て、最終的には古軍奮闘だったって感じでした。行きましょう。はい、勝てました。で、まあ、牛若丸取ってもよかったんですけど、まあ、一回目だったんで、ちょっとどうしようかなっていう感じでやめたんですよね。まあ、敏捷結構もうガツガツ入れたんで、それをね、弾くっていう意味でも、ちょっと難しい判断でしたけど。はい、ということで、最終 37,511 点ですね。相当出たと思います。ということで、振って戻ってまいりました。最終こんな感じです。5、10、15、20だ。まあ、ここでね、引いた時にね、あれ虹ないってなりましたね。あれ虹ない、あんな製造機やってなりましたね。はい。で、格闘集客が合わせて69まで伸びてますね。海岸は1回だけ、です。はい。あ、2回してんな。2回してましたね。はい。ってことで、P6 で、もうちょっとで7って感じでした。まあ、新アド入ったら、多分8乗ったんじゃないかな、というところではあったんですけど、まあ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 、また次回以降って感じですね。はい。で、まあ自分の左上が更新されたので、当然、チームランクは激増して、まあこの選手を作った前日に PC8 到達したんですけど、まあ、一気にチームランクが伸びて、もう PC9 見えてきたなって感じです。で、まあ、野手でね、しっかりと PB、まあ、PC9 か。まあ、乗せて、その後にね、PB 乗せられれば、投手でって、エビル強化ね、思っているので、引き続きこの辺は、まあ、いい反省材料としてね、しながら頑張っていけたらいいかなっていうふうに思います。結構見応え自体はあるサクセスだったかなっていうふうに思うので、ぜひぜひ楽しんでいただけていれば幸いですかな。はい、ということで、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。